こんにちは、ドライトニュースの時間です。残念なお知らせがあります。統合版マインクラフトの特集サーバー、ピクセルパラダイスが閉鎖することが決定したことを発表しました。こちらをご覧ください。こちらはピクセルパラダイスの公式のツイートで発表があり、来週の水曜日、7月19日に廃止することが決定しました。突然の発表でびっくりしました。とても残念です。こちらの情報は、ハルゲームズさんから教えていただきました。本当にありがとうございます。そして、5ページにもわたったツイート内容を紹介いたします。皆さん、こんにちは。残念ながら当社の親会社がピクセルパラダイスを来週の水曜日、7月19日に廃止することを決定したことを発表します。日没までは、ピクセルパラダイスのすべてのゲームモード、クッククラフトを除いたゲームモードが有料パスなしで無料でプレイできます。これらのゲームモードが永久になくなる前に、あと1週間お楽しみください。日没後は、ご購入またはご購入いただいたアイテムがご利用いただけなくなりますのでご注意ください。ピクセルパラダイスのプレイヤーの場合は、マインビルをぜひチェックしてください。チームは、プリズン、スカイブロック、ハイスクールなどのゲームモードを、マインクラフトエコシステムのこのタイプのゲームモードの中で、最高のゲームモードの一つとなるよう改善するために現在も懸命に取り組んでいます。さらに、クッククラフトは来月初めにマインビルで再起動され、ピクセルパラダイスのセーブデータがマインビルに転送されます。突然の終了となりましたことを改めてお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。過去2年間にピクセルパラダイスをプレイしていただいたプレイヤーの皆様に感謝します。また、マインビルでお会いできるのを楽しみにしています。以上がピクセルパラダイスからのツイートでの発表でした。7月19日まではクッククラフト以外は全て無料でできるようになり、クッククラフトは来月の初めくらいに特集サーバーのマインビルで再スタートする予定で、セーブデータはマインビルに引き継がれるようです。一部のミニゲームは引き継ぎがあるようで良かったですね。自分的には一度だけマップ紹介をしただけであまりやったことがないので申し訳ないですが、それほど思い入れはないですね。しかしマインプレックスに続きピクセルパラダイスも閉鎖し、特集サーバーが減っていくのは悲しいですね。マインプレックスは復活予定ですけどね。ただマインビルへ引き継がれるものもあるので良かったところもあります。以上、ピクセルパラダイスが7月19日水曜日に閉鎖する発表があったことを紹介いたしました。特集サーバーが減っていくのはとても残念ですね。また新たにサーバーが追加されると嬉しいですが、それはいつになるのでしょうか。ピクセルパラダイスの閉鎖までに遊び尽くしましょう。それでは、良い一日を。